ビッグバンドはポピュラー音楽、特にジャズにおけるバンド形式の一つ。一般には大人数編成によるアンサンブル形態のバンド、あるいはこの形態で演奏されるジャズのジャンルのことを指す。前者はジャズオーケストラ、後者はビッグバンドジャズと表現をすることもある。アンサンブルの形態としては高度なアレンジとソロパートの組み合わせにより演奏されるため、 即興演奏を主とするジャズコンボとは対局を成すと言える。ジャズのジャンルとしては1930年代と1940年代に主流となっていたスイングジャズと同義語とされることも多いが近年ではビッグバンドの形式でスイングジャズ以外が演奏されることも多いため現在では必ずしも同義語とは言えない。ビッグバンドでの演奏者の配置例ビッグバンドは 複数の種類の楽器を組み合わせて編成される。一般的なビッグバンドでは、楽器の種類によって大きく、サックス、トランペット、トロンボーン、リズムの各セクションに分けられる。このうちトランペットとトロンボーンを総称して、ブラスセクションで作られることの多い金管楽器で構成されるため、さらに、ブラスセクションとサックスセクションを総称して、ホーンセクションと呼ぶこともある。 総勢で17人前後となる、この編成をフルバンドと称することが多い。サクソフォーにより構成されるセクション、リードと呼ばれることもある。一般にはアルトサックス2本、テナーサックス2本、バリトンサックス1本の計5本で構成されることが多い。アレンジによってフルート、クラリネット、ソプラノサックスが加わることもあるが、サックス奏者が曲の一部、 または全部で楽器を持ち替えて演奏することも多い。また、サックス同士の持ち替えが発生することもある。ビッグバンドの楽譜上で単にサックスと表示される場合、一般には1番と3番が、あると2番と4番が、テナー、5番がバリトンとなる。ただし最近では1番あると2番あるとのように楽器別に表示されることも多い。サックスセクションは、 音色の柔らかさから、ブラスセクションの音色を柔らげたり、全体としてのハーモニーを構成する際のいわば、背骨としての役割が期待されることが多い。また、演奏時の疲労度の差のため、ソロパートの伴奏部の演奏に多用されることも、頻繁にある。さらに、パートとしての音域の広さから、サックスパート全員によるソリの演奏が行われる、ことも多い。一方で、 構造的な問題から音量や音質を極端に変えることが難しいため演奏者にはその部分を補うための技量が求められることがある。トランペットにより構成されるセクション。4本のトランペットで構成されることが多いが本数が3または5になることもある。また、コルネットやフリューゲルホルンが加わることもある。音色が直線的かつ華やかであるため、 曲の最も盛り上がる部分で旋律を担当したり、対旋律を担当することが多い。また、ミュートを装着することにより容易に音色を変更できる、ため、曲調に変化を与える際に、きっかけとなることも多い。一番トランペットが最も高い音域を演奏する。特にトゥッティで演奏される際には、バンド全体でも最も高い音域となり、特に高い音を出す技量が求められる。 2番、3番につれて音域が低くなり、4番が最も低い音域となる。トランペットソロを演奏する際は一般に2番が演奏する。トロンボーンにより構成されるセクション。一般には3本のテナートロンボーンと1本のバストロンボーンで構成される。まにテナートロンボーンをフレンチホルニアユーフォニウムにバストロンボーンをチューバに置き換えることもある。基本的には、 トランペットと同様の役割を期待されるが、音域がトランペットよりも低音域にあるため、どちらかといえば、ベースラインとしての役割の方が大きい。一方で、トランペットよりも音は直線的でなく、音の広がりが期待できる楽器であることから、男性コーラスでユーテノールにあたるパートを受け持つこともある。ピアノ、ギター、ベース、ドラムスで構成されるセクション。曲によっては、 その他のパーカッションが加わることもある。基本的には曲の中でリズムを刻み、曲調を整えることを期待されるセクションである。ピアノピアノは構成上リズムセクションとして位置、付けられているが、実際にリズムを刻むことはあまりない。むしろ、ソロ楽器としての役割や曲中で様々なアクセントを入れて、旋律に対する応答やコードによる和音での伴奏を提供することにある。 従って、ピアノは他の楽器と置き換えることは役割上困難であり、特にスウィングジャズにおいては不可欠な存在とも言える。なお、ピアノを他の鍵盤楽器に置き換えることで音色の変化により曲の雰囲気を変化させることを期待するバンドも増えてきている。さらには、あえてピアノレストすることで保温セクションを際立たせる効果を狙っているビッグバンドもある。 ギタービッグバンドにおけるギターは、ほとんどの場合が純粋にリズムを刻む楽器として用いられる。従って、双方的にはカッティングが主流となるため、ソロパート以外で目立つことが皆無であり、他のジャンルでギターを学んだ者にとっては退屈に感じられることがある。一方で、ピアノと同様にギターだけでコードと旋律を奏でることができることから、ソロパートを任されることも多い。 このような行き札もあり、ギターパートを省略するビッグバンドも少なくない。なお、音量の関係もあって、アコースティックギターが用いられることは少なく、一般にはエレクトリックギターが用いられる。ベースベースは通常はビートと同じ表紙を休みなく刻み続け、ソロの導入部や曲中に曲調が変化するタイミングを除けば、その調子が大きく変化することはない。 しかしながら、ベースがかけると曲全体が閉まらなくなり、その意味では非常に重要な楽器と言える。曲調によってアコースティックベースとエレクトリックベースを使い分けるのが一般的であるが、エレクトリックベースで全ての曲調をカバーすることもある。奏法はフィンガーピッキング奏法がほとんどであるが、曲調によっては弓を使ったボーイングやスラップ奏法で演奏されることもある。 ドラムスドラムスはリズムを刻む他に曲調の変化を呼び込むために短いフレーズを入れることを期待される。ロックのようにドラムス自身が前面に出ることはさほど多くなくベースなどとともに曲のテンポと曲調を整えることに主眼が置かれる。このためビッグバンドにおけるドラムセットは比較的シンプルな構成であることが多い。ただし曲調によっては 構成を増やすこともある。人数の構成上、フルバンドから各セクションの人数を大幅に減じて、サックス3、トランペットにトロンボーン1、リズム3の総勢9人編成とする場合がある。これはキューピースといい、講義にはビッグバンドの一種と言える。また、近年編成されるビッグバンドの中には、一般的な構成にこだわらない例も増えてきている。 例えばトロンボーン奏者の村田洋一が率いるバンドで、あるソリッドブラスの基本編成は9ピースの編成にチューバを加え、代わりにピアノとベースを源じた8人編成となっている。ただし、このような特殊な編成を組んだ場合、最初からビッグバンドを名乗らないケースが多い。村田洋一ソリッドブラスもビッグバンドとは名乗っていない。ビッグバンドは、 このような大人数編成を基本とするにもかかわらず演奏時に指揮者を置かないケースがかなり見られる。これは演奏者がリズムセクションの動きに応じて演奏を変化させるケースが多いことから演奏の最初と最後の合図以外は指揮が不要であるという判断に基づくものである。指揮者を置かない場合はリズムセクションが最初の合図を入れコンサートマスターが最後を締めることが多い。 ありがとうございます。